さあそんなドイツ戦でゴールを挙げた浅野拓磨選手が今年の全国高校サッカー選手権の応援リーダーに就任しています。自身は2年生の時に全国大会で得点を。そんな浅野選手の後を追う選手たちが奮闘する広島県大会は昨日ベスト16が出揃いました。その中で今回全国大会出場経験のある沼田高校の一戦をピックアップ、主将の奮闘を取材しました。26年ぶりの頂点を目指す沼田、2年連続ベスト4のチームも今年は夏の県総体でまさかの1回戦敗退、予選から戦います。注目は打点の高いヘディングが武器、キャプテン阿部一佐選手。初戦でハットトリックを達成した大黒柱がチームを勝利に導けるか。冬ではもうこの悔しい思いをしたくないっていう気持ちで、もうその負けた次の日からもういつも以上に自分たちで意識して取り組んできたので、この冬にかける思いはどこのチームより強いと思います。ベスト16をかけて青の沼田は全国出場4度を誇る緑の広島観音と対戦。開始直後にアクシデントが。矢野選手が相手と交錯し負傷交代。いきなり攻撃の軸を欠く展開に。その焦りか流れがつかめず前半10分に失点。主導権を握られ1点ビハインドで折り返します。絶対変わるけど、セットプレー1つ1個取ったら絶対変わる。よし、まだいけるよ。しかし後半に入っても観音のペースが続き、立て続けに2失点。チームが下を向く中、キャプテンは鼓舞し続けました。最後の選手権なので、まあ、悔い残らずもう最後までやりきろうということで声をかけました。終盤、得意のセットプレーのチャンスを獲得。しかし決めきることができず。沼田の挑戦が終わりました。負けは負けじゃ、認めたくないかもしれないけど認めるしかないわ。残りの高校生活で自分たちがやれること精一杯やれば、この負けが意味があったものになるんだね。この負けをどう価値あるものにするか。高校サッカーの経験を阿部選手はどう生かしていきたいですか。大学でもサッカーするので、自分がもっと引っ張って、全国優勝であったりプロに行きたいと思います。悔しさももちろんあったと思うんですけれども、試合後阿部選手は涙を見せずに強いこの熱い視線でこの今後の夢を語ってくれました。高校サッカーは終わりますけれども人生というのは続いていきます。森さん、桂監督の言葉にもありましたけれども、この負けをどう価値のあるものにしていくか、これが大事になってきますよね。そうですね、桂大成監督もやっぱ高校サッカー経験者ですし、はい、やはりその高校時代に自分が学んだこと、はい、勝ちも負けも経験してますから、その中で得たものがあると思うんですよね、はい、それを今選手の皆さんに伝えてるんだと思います。伝えていってもそれがどんどん後輩たちに受け継がれていっていますよね。はい、沼田高校の皆さんお疲れ様でした。さあそしてベスト16の顔ぶれです。沼田高校に勝利した広島観音はこちらも伝統校の国体寺高校と初戦を戦います。そして南高校も今年は予選から戦いました。決勝トーナメント進出です。そして夏優勝した広島国際学院など4校はこの決勝トーナメントからの出場となります。この決勝トーナメント10月29日から始まります。